菅官房長官は沖縄県の仲井真知事と会談し、普天間基地の5年以内の運用停止に向け、関係閣僚と沖縄県知事らによる協議会を設置する意向を表明しました。5年以内の普天間飛行場の運用停止の実現に向けてですね、協議会を作っていただきたい。協議会、ここはしっかりと早急にですね、設置をさせていただいて、そしてまた具体的な運用とかありますか、そうしたものを含めてですね、政府としてはしっかりと対応をいたしていただきます。また仲井真知事は牧港補給地区を7年以内に全面返還することや、オスプレイ12機程度を県外の拠点に配備することについても確実に実現するよう要請しました。これに対し菅官房長官は、基地の危険除去や負担軽減のため最大限努力すると応じました。